クスト野川さんにお集まりの皆さん、私たちゼロからスタートです。よろしくお願いします。はい、ビビトーピック担当レモンあゆです。レモンあゆ。はい、フラレコ担当みなせないゆです。あゆ。はい、アプリクリーン担当テシオンジです。あんじゅん。はい、ただの色担当ゆです。うゆ。はい、今日はココロちゃんの生誕祭ということでお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。リベさんとライオンが仲良しだね。そうだね、めっちゃ仲いいかも。だよね。みなさんどうぞ。あの一回、うん、あのリベリアスさんの定期ライブかな、うん、あのマルと一緒に最善のゼロ入らせていただきました。ないない、その話、子さんの話だね、これ。うちらが知らん子さんの話だね、それ。そんななんでしょっとはい、でしょっとしょっと、うん、しっかりちゃっかり。マルもね、リベさんすんごい好きで、多分ココロちゃんと一番仲いいのがマルだと思うし。そうだね。そして今日活休中なんですけども、ありがとうありがとうね。そう、ケソラちゃんでも個人的にめちゃくちゃね、うん、大好きよ。ユモマジでめっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。ということで、そんなねココロちゃんの生誕祭ゼロストも盛り上げていきたいと思うので、みんなも盛り上げてください。はい、じゃあ次の曲いきたいと思います。あゆレモン、俺のレモン。叶える未来、泣いたって、こけたって、進んでいく。
しんどい。ありがとうございます。しんど。はい、主演後物販です。はい、はい、この後主演後物販になります。ご新規の方チェック1枚無料なので、よければ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。